今回ですね、宿泊する、ホテルがですね、こちらのオラホステルバンコクというね、ドミトリーのね、ホテルになります。はい、まあ、それでですね、なんとなんと、はい、目の前がですね、サファンクワイの BTS のね、駅になります。これは便利だよね。これは BTS 移動するには便利だ。はい、若者におすすめな。で、レビューをね、見るとこの通りにはマッサージ屋さんもあるって書いてありましたね。あ、このマッサージ屋さんね、タイマッサージ1時間200バーツ。ここもタイマッサージですね。あ、これもまたあれだね、多分ドミトリーでしょうね、これね。これもドミトリーかな。これはドミトリーだね、多分ね。結構やっぱりあちこちにドミトリーもできてますね。あ、でもなんかあの通りローカル食があって良さそう。あ、ウサギがいる。ウサギがそこに、ウサギがいますこれローカル的なこういうお店もあっていいですね。いいですね、こういう感じ好きですね。薬局屋さんもね、はい、あります。いいね、これローカル地区で。あ、これあれですね、長期滞在の人はここで洗濯物もできます、ね、悪くないじゃないですか。でもうすぐそこがで、ここにモドサイの基地もありますし、あそこにサファンクワイのね、駅があります。もう目の前ですね。セブンイレブンでですね、お茶を買ってちょっとね、仕事をねしたいと思います。はい、こういうローカルチックな通りは落ち着きますね。はい、だいたいこう60バーツ80バーツご飯ものがですね、でクッティオとかが、55バーツですか。あ、ここもね、だいたい50、あ、カパオムーサップが50バーツですね。はい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。こういうお店があると、滞在もね安く済みますね。でここがお茶屋さん、お茶屋さんがね19バーツですから、比較的これもローカル的な価格ですね。今回ね、ここのホテルを予約したものはですね、まあ、今回ちょっとある人物にですね、会うためにバンコクに来ておりまして、それでもうとんぼ帰りなんで、で、まあ、夜ですね、まあ、郷さんとちょっと合流してですね、まあ、バンコクの街並みをまた一緒に回ろうということで、ですから郷さんのねアパートのそばでね、今回は宿泊場所を取りました。で今回の宿泊費はですね、まあ、税込みで、340バーツぐらいかな。まあ、ドミドリーですからね、はい、安いです。ちょっと滞在するにもセブンもあって便利ですね。はい、あそこはなんかちょっと大きめの、あ、結構立派な寺院ですね。わ、いや、なんかいいっすね、のどかでね、こういうローカル的な。お、これ結構立派な寺院ですよ。うん、おじいちゃんが運転するつくつくですね。これ電動だね、電動だ、静かだね。あ、これ結構立派な寺院ですね。
ばあちゃんが営むご飯屋さんですね。こういうとこも美味しいよね。あ、立派じゃないですか、結構。ほら、結構立派な寺院が。敷地がかなり広いですね、この寺院は。はいはいはい、こんな感じの寺院でございます、はい、それではね、ちょいとセブンイレブンでね、お茶を買って仕事をちょっとしたいと思います。で、夜はね、その重要人物とね、まあ、1時間2時間食事をしてですね、その後、郷さんとね合流する予定にしております。それでですね、ホテルをね出まして、まあすぐそこが BTS の、はい、階段でですね、それでね、ここもうすぐここにねセブンイレブンがありましたね。すぐここにセブンイレブンが、はい、ありました。で、目の前は、はい、バス停がありますし、非常に移動するのも便利かもしれないですね、はい、今回ですね、宿泊する、ホテルのねお部屋をちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じのねドミトリーでございます。で、区画はねこんな感じですね。まあ、こういう感じで清潔ですね。非常に清潔です。で、評価もね、ここ9あるのかな。非常に評判のいいドミトリーホテルですね。で、電源はね1つで、テレビとかはありません、はい、で、こういうねやっぱりタオル掛けとかあるのは非常に便利ですね、はい、それとおそらくねこれはお隣でまあカップルとかでね利用する場合なんかは、ここ開けるとこういう感じで、はい、お隣とつながるという感じになっているんですね、はい、で、こんな感じでねロッカーもあります。クーラーもですね自分たちで、つけることができる。あ、でもあれですね、17時から11時までということになってますね、はい、で、こちらがですね、はい、シャワールームと、はい、おトイレが一緒になっております。非常にね、でも清潔ですね、はい、気持ちよく、滞在できそうですね、はい、それでね、2階はねちょっとした共用スペースで仕事をできる感じですね。まあね、ドミトリーなんてエレベーターはないので、ね、はい、こんな感じで、はい、結構ね広々とした共用スペースで、こちらでね、お仕事もできると。雰囲気いいですよ。この下がね、下がねフロントになっております、はい、十分でしょう。で、これからちょっとねお仕事をしたいなと思います。